町田に巻いて出てくる、なんか得体の知れない、要はあの普通にさ商品投げ捨てたりとか、知らないふりするじゃん、そうしたら注意してもさ、聞こえてるくせに聞こえてないふりする、あいつなんかすげえ話すよ。うちの周りで見てるじいちゃんばあちゃんみんな優しい人しか見てないから、そう紳士的だけどね。いや多分ね違うやつだと思う、それかもうなんか変な家に、ちょいさ日産普通になんか捨ててんの、びっくりしたよ。半額なんだよ、半額で見て投げて戻してる。いや買わねえんだったら、だって捨てる金払ってもらえないのに捨て投げすんなよっつって言っても仕方だから、聞こえてるくせに。やべえと思って、まあ、タックル知事もそうだけど、違うゲーセンけど、リニューアルはね、このからね、あとインスタのやつもいいです、リニューアル。なんかすげえ街で嫌な顔された記憶がある。じゃあどっその方すればいいの、こう温まってるところで並び出てきたら、うん、なんか腹立つんでしょうね。筐体買えばいいのにじゃん。30日間過ぎたらさ、あのバンダナにさ虫除けスプレーさ振りかけてさ、犬用のね、うん、首にぶら下げとくのもありだよね。まあね、ペットキャリーあなたの4000円買われてんじゃん。あ、いや迷ったんだけどさ、あ、そういうこと。いや1個サイズが良ければ病院通院用になんか良さそうなのがあったんだけど、何も返事来ないから待ってる。ずーっとそれ海外のメーカーのやつだから、ずーっと気になってるキャリーリュックだったんだけどさ、サイズがちっちゃいんだったらちょっと、リストバンドまだってる、高いんだよそれ、1900の価値ないよ。まあ、そういえばダイソーでなんかリストバンド、ファスナー付きリストバンドがあるらしいよ。何それ。え、だから鍵とかちょっとしたこのあの小銭とか入れられるやつだよ。だからマラソンとかする人も使えるし、これからの時期だったらあのレジャーとかさ、プールとか海で鍵とか貴重品、ちょっとした貴重品入れるときに使える。あ、あの便利やな。ちなみにこれね3000円でも買ってるし、さすがにね。それどれぐらいいらないかって言ったら、あれだよ、あなたが一瞬買おうか迷ってたバンダナ並みにいらないぞ。なんだっけバンダナ、あ、ヘアバンド、あれ並みにいらないと絶対使わなくて埃かぶってゴミになる。はい、それかポップのおもちゃになるだけだよ。ポップのおもちゃでやっぱ私歴代一番受けたのは、ご飲食しなくてよかったなと思ったけど、あれだよね、カードあなたのアニメカードだっけ、2回噛まれてきました。っていうかよく引っ張り出して噛んだよね、あれだけピンポイントでな。散歩させる、え、散歩なんで、うん、どうなのかな。いやもうさっきさせたからいいかな。よし帰る帰る、うん、ちょっと家で待機する。疲れたわよ。ポプちゃんも寝てないから、いいか、もううんこもさしたから。さっきはパーキングエリアで一緒に走ったから2周目。やべ、さっきのあれ思い出しちゃった、警察え、そこでってやつ、パトランプね、あ、まあハザードしないんだなぐらいにしか思ってなかった。あ、しなくていいな、あ、そこでっつって忘れた頃にハザードしちゃった。ああ、うん、
変わってないね。大丈夫です。